皆さん、プサンに着いたんですけど、久しぶりに韓国語を使っていて、韓国語やっぱ最初すごい拙いんですけど、やっぱ会話をするとですね、すごく思い出せます。しかもタクシーのドライバーさん、僕の地元と全く一緒のヨンドってとこでですね、まあめちゃくちゃ話が盛り上がったというところです。しかも子供たちは英語で話すのやめてっていう風に言われたんですけど、この韓国語英語とかコリア語英語と勘違いしてて It's not English, it's Korean、まあ、そんな感じで、故郷に帰ってきました。そんな感じです。ヨンドが興味だ。ああ、그래요。ちょうど일본에서살고있고그ヨンドが고향라고하는トップ들없는없어요。ああ、없어요。내망내망。いや、그렇게없지잘없지。はい。いや、진짜참。부모님ヨンド계세요。아고어머어머니는일본지금살고있고그친척들이아직도그ヨンド에맨날그本当タクシー運転手さんがヨンドって韓国のポハンっていう、まあ、ポハン製鉄とかポスコとかそういったところで有名なところで、でさらにそこから40分ぐらい行ったど田舎がヨンドってところなんですけど、そこ同じ出身で、で在日コリアンの中でもヨンドってところ出身の人と俺も会ったことがなくて、大抵がキョンサンプッド、キョンサンナムドとか、あとチェジュ島とかそういったところなんですけども、そんな地元一緒じゃん、川崎大師なの、いや同じだねみたいな、まあ、そういったノリでですね、めちゃくちゃ盛り上がってしまいまして、はい、それでまあなんとかタクシー料金安くなんねえかなとか裏の頭で考えながら、はい、話してたって感じですね。そうじゃん、これ英語じゃなくて韓国語なの。英語喋ってね。英語喋ってね。まあ、実は在日あるあるなんですけど、まあ、自分が在日コリアンっていうことを隠されて育った子たちって、まあ、お葬式とか結婚式とかで、まあ、韓国から親戚が来ちゃうわけですよ。その親戚たちがまあバーッとコリア語を話したりするんですけど、何語か分かんないんで、でも日本語じゃないなってことしか分かんないんで、英語かなとかって思ったりするんですけど、親戚たちが あれ英語だよとか言ってごまかしたりすることもあるんですよね。マンションの立ち並ぶ姿をご覧ください。地震がない国じゃないと立ってらない感じのですね。あ、カスミか。レハゴ最高です。韓国ってラップのことをレって言うんですよね。なんでお兄さん仕事何やってるんですかって言ったら、ラップだよって言って、あ、歌手なんですねって話になったんですけど、なんか去年韓国の追跡60分っていう結構有名なドキュメンタリー番組に僕出させてもらって、あそこで飯山由紀監督とやった隠滅っていう、まあ1920年代から30年代にかけて日本で精神病棟に収容された朝鮮人患者 A と B の魂を使ってラップするみたいな、それで関東大震災の後に虐殺された朝鮮人たちがいるっていうのを100年前多くあったんだけど、日本の政府は全然認めてないんだよみたいな話でちょっと盛り上がったと言いますか。こっちにしろ、ほらこの下水の匂い、韓国だって感じ。韓国って本当に下水の匂いはひどくて、でそれって何十年前からもそうなんですけど、見た目が良くなってもやっぱり地下はダメっていう感じがするんですよね。まあ、とにかくプサンのキメ空港からまあタクシーで45分ぐらいかけて東プサンっていう方に来て、で Google マップで評価の高いレストランを探して、もうとにかく宿から歩いて500メートルぐらいだったんで、もうここでいいべって入ったんですけど、ここはまたすげえ大変なことになってしまったんですよ。
どこだピョナゲって、何だ、一緒に役員あ、エビがいないや、エビがいつもパンのところから閉めるけど、どこかっちや、くら、プタですもんだ、何なんだこれ、トトリム、あ、箸はないの、どこか、あ、ほらやっぱ全部セットしたことなんだ、待てよ、頼みすぎないでよかったな、なんかここはプサンってやっぱ海産物めちゃくちゃ有名なんで、でなんかその海産物のレストランが多くて、でなんかヌタウナギっていうものを食べさせてくれみたいなこと書いてあって、でもしかしたらやばいかもしれないなと思ってたんですけど、がっつりやばくて、なんか踊り焼きみたいな感じになってて、これ動物愛護団体見たらやべえなと思ってたんですけど、何よりも自分のパートナーがこれ幼虫みたいな感じで、ちょっとこれは食べれないっていうことになっちゃってしかもなんか自分の子供たちもちょっとトラウマになっちゃって、僕も軽くトラウマ、この見てくださいよ、エイリアンの息子、なんか赤ちゃんたちみたいな、これでもね、なんか僕普段レストラン探す時って、まああまりにもレビューが多すぎるとこちょっと信用してなくて、で程よいレビュー、まあ100件ぐらいとか100件超えないぐらいとかで、まあ4以上とかだったら絶対いいなと思ってたんですけど、そういうのは全然なくて、そうで、まあこの実はヌタウナギのこう踊り焼きみたいなのを頼むと、これ3万2000ウォンぐらいするんで、これ1個で3200円ぐらい、ざっくり言うと。でもこうやってパンチャンっていうおかずはいっぱいついてくるんですけど、なんか全然子供もパートナーも気に入ってなくて、やばいやばい、これ超今日移動も超大変だったのに、飯めっちゃ楽しみにしてたのに全然ダメだ、これやべえって感じになって、で俺もう絶対ここなんか地元の感じで、しかも見たことないからいいかもしんねえぞみたいな感じで激プッシュしたんで、これ死んだわと思って、俺ぶっちゃけ海産物めっちゃ苦手なんですけど、本当によく頑張って食べましたね。あのパートナーは全然一口も口をつけずに子供たちも一口も口をつけずに、母親も、母親韓国生まれ韓国育ちなんですけど、こんなもん見たことない食べたことないってことでやばかったなって感じでしたね、はい、でなんかそのここでもやっぱり韓国語上手ですねみたいな感じで言われるんですけど、いや韓国人だしって思ったりするんですよね。なんか日本でも日本語上手ですねって言われることはたまにあるんですけど、いや在日だしって思うわけなんですよね。でも本当たまりかねて、このコンギッパ、あのコンギッパって空気ご飯って感じなんですけど、その熱い熱い熱いよ、それを頼んで、あと海苔を頼んで、子供をご飯も海苔とご飯で食べさせようという形になったんです。やっぱなんつったらいいかな、そのまず子供が辛いもの食べれないし、パートナーもやっぱ辛いものすごく苦手なんで、本当にご飯は難しいなってめちゃくちゃ感じました。でしかもこの最初のあのでっかい踊り焼きみたいのは塩味なんですけど、もう一個持ってきたのはなんかわら焼きみたいな感じで、俺もなんか見たことないから行ってみようと思った。このちょっとコアンコだでな、こっちは俺も買って、こっちが普通の塩味ってことだよね。そうだ、あの見た目すごい真っ黒かってやつって何だったの？あれだからあれじゃないの？皮なんだ、それは取ったんだね。なんか藁で焼いてる、しかもその注文メニューに書いてあるのはちょっと魚の生臭い匂いが苦手な人は頼まないでくださいとか言って書いてあったりして、で俺ほんと魚介めっちゃ苦手なんですよね。だけど
っちゃ頑張ってくったし、本当情けない気持ちにさせられちゃいましたよね。この時はなんか一口目のか、あ、なんかそのホルモンっぽい食感っていうか、小腸を塩で食べてるみたいな。それエゴマの葉とサンチュと、それからごま油と塩と、で適宜味噌を入れたりニンニク入れたりして食べるって感じなんですけど、いや普通にこれだったらサンギョプサル食いてよって感じなんだけど、プサンのこう食事情って読めなくて、なんかこうやたらやっぱ魚介とか海産をしてくるんで、そこを俺もう海鮮ちゃんぽんぐらいしか興味ないっていうか、超きつかったっすね。で何より俺もきついんだけど、なんか子供とかパートナーがもう超韓国料理楽しみにしてたのに、マジこれ何なのマジ。と入りまして仕方なくスーパーに寄ったんですよね。で買ったのがこのオニオン、これ本当昔から定番です。で日本でめっちゃ高かったモグリを、コトちゃんも全然辛いもんばっかり食べれなくて、コトちゃんこれね、これはサリコンタン、コンタンスープだから辛くないのを探して、これ食べたい、これ食べたい。 So first you have to eat this noodle and after you eat this OK。 でコトちゃんにチャッパゲッティ買ったんですけど、チャッパゲッティじゃなくてパートナーが買った辛くないコンタンの方がいいと。でしかもパン屋さんでパンがめちゃくちゃ甘そうで、やっぱ韓国パン多分相当力入れてるっぽくて、このマヌルパン、まあ、ニンニクパン、ガーリックパン、ガーリックブレッド。でコトちゃんにちょっとずつコリア語を教えたいなと思ってて、コトちゃんこれは日本ではラーメンって言うんだよね。で韓国ではラーメン。ラーメン。そう。上手。ラーメン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 。ラ。や。ラーメン。あ、上手上手。や。そう。日本だとラーメン。韓国だとラーメン。OK。おい。まあ、明日食べるから、ね、で英語だとヌードヌードね、潰しちゃったそう、潰さないでください、ね、しかもノグリノグリラーメン、これ本当いつも日本だと辛ラーメンばっかり食べるんですけど、ノグリは麺が太いんですよね。で俺太麺食いなんで、しかもこれが超安かったんでがっついてしまったということっす。せーの、今度じゃラーミョン、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 感謝합니다。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 고맙습니다。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 Thank you. Thank 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 you.Thank you. Thank 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 you. Sarama. 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 あ、すごいことじゃん。今は日本語でありがとうございますっていうのと、韓国語で
関西アニメだ、コマスミだっていうのと、英語で Thank you、Thank you っていうのと、タガログ語、フィリピン語でサラマ。もうこれ潰して。なんで潰すのもう。自分がどうやっていろんな言葉を子供に触れさせるかは分かんないですけど、とりあえず無理やり触れさせるしかないなっていう感じですね。ダメだよ、ことち。あ、お湯できたのかな。ちょっと、俺めっちゃ。お湯ができたの。あ、なんで、ちょっと返して。まあ、子供、正直レストランでは全く食べれなかったんで、何食べさせようかなって思ってたわけなんですけど、まあそのオーケーっていうスーパーによく行くんだけど、オーケー結構安くて、だけど辛ラーメンとかノグリとかチャパゲッティとかめっちゃ高くて、でこの東プサンっていうのはその全然スーパーマーケットがなくてコンビニしかないから、最近は日本のコンビニですらもう全然高くて何も買えねえなって感じだったんで、韓国はもっとやべえだろうって思ってたら、案外そのノグリとかが1袋1100ウォンとか110円ぐらいだったりしたんで、いやこれも買いだなと、日本だったら180円ぐらいしちゃうしと思って、でマジこの鍋ほんとマジふざけんなって感じで、水がめっちゃこぼれて下手なんですよね。我慢できんので飲むぜ。うーとタンコン、タンコンってのはピーナッツって意味ですね。僕の韓国語の識字ってめちゃくちゃ遅くて、まあ小学校行ってないんで、幼稚園か保育園かどっちかをまあ通ってただけなんで、すごい遅いんですよね。でしかもなんかその単語の意味が分かるっていうよりも、読み上げてみた音の響きから、あ、タンコン、あ、タンコンってピーナッツじゃんみたいな、そんな感じです。とにかく、ちょっとここに持ち上げて、この中にスープ入れる。おいしい、いけるかな。やっぱ3歳ぐらいになると会話もできるようになってきて、まず海外のやっと楽しくなってきたなって感じが子育てでは始まっていくんだと思います。でもあの下の子が今9ヶ月になろうとしているところなんで、まだまだ続くんですけど、でも本当やっと楽しくなってきたなって感じですね。で海外に来て2人ともなんか「ララ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 ラとか言って、なんか日本語じゃない言葉を頑張って話そうとしてて、で上の子がそうやったのを下の子が9ヶ月何真似してて、なんかこうやってやっぱ頭で考えるよりも無理やり現実がやってきて順応してくるなって今日すげえ感じたっすね。バスと電車で乗り継ぐ東釜山に行くとしたら、やっぱり超トランクとか持ってね、バスとか電車で移動するのめちゃくちゃ大変だしね。なので超渋々タクシー使ったけど8万ウォンぐらいかかったんで、ざっくり1万円かかったし、しかも今日はあの超グロテスクなヌタウナギみたいの一人3万2000ウォン、あれ一皿かかるんだけど全員分頼んでほしいって言われて、まあ本当金の話ばっかでマジで申し訳ないんだけど、
自分はやっぱり本当にすげえ倹約家っていうか、ちょっとクレイジーなほどその金にうるさくて本当コロナ禍の2年前とか全く1ヶ月で家族3人で食費3万円以内で、もう1日も1ヶ月に1回も外食に行かないなんてことを本当数年してたんで、もうこれでもなるべく金を使わないように生きていくなってことに限界を感じて、まあ今平日は営業やってるんですけど、いやー金って重要だなと思いますよ。なんか綺麗事じゃねえっていうか、やっぱ心の余裕が一番重要なんだけど、金がそれを与える場合がすげえ多いから、でもそれだけではやっぱその本当の余裕とか安心とかは来ない。その金を稼ぎながら本当のものを探し続けるっていうことを両方ともやんないといけないなと思ってて、なんかキルケゴールって哲学者はあれかこれか朝っていうので、まあどっちかしか選べないなんてこと言ってくるんだけど、それは短い時間の中で選ばなきゃいけないからそう思ってるだけで、俺はまあ人生をかけてどっちもゆっくりでもやっていくよっていうつもりではいるっすね。食堂で子供が食べるもんなかった。マサラン。マサラン。ああ、美味しい。Delicious。Delicious。Yummy。Yummy。こうやって親にやっていくんだね。本当はもうこのノグリぶちかまして食いてえザッパもマジで。まあ俺のルーツの一つである川崎南部ってのは本当に空気が悪くて、今41歳なんだけど多分33歳ぐらいの時に突然喘息になって、でもそれってこう慢性的に溜まってたもんだと思うので、まあ環境って本当めちゃくちゃ大切だなって思いますね。思ったよりも宿が高いんで、ちょっといろいろ、そう郊外もそうだし、言語が喋れる観光とかもそうだし、人はやっぱ環境に反応していくなって。ごちそうさまでした。そしたらあれ食べる、オニオン。お腹いっぱいだよね。お菓子は歯に悪いしね。じゃあバイバイって言って、バイバイ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 。アッパも今日疲れたわ。この後やりまくる、あれ振らなきゃいけない、おっぱんだよな。チャオチャオ。